はい、どうも哲学とです。今日からですね、灼熱の海を渡るというね、期間限定イベントが9月28日午前3時までの予定で来てるみたいなんで、ちょっと詳しく見ていこうかなと思います。期間限定でデイリータスクを完了すると豪華な報酬が手に入りますと。で、さらに表示で、あれですね、タスクをこなしていって、あと8個終わると鍵、そして16個でマイルストーンの報酬、またあれですね、フレームが手に入ったりとか、灼熱の海のフレームが手に入ったりで、20で、レジェンダリーの紋石と、あと志願者の鍵、25個が手に入ると。で、まあそんなにきつくないですね。モンスターの設備1個とか、あとエリートモンスターを10体倒すで、あと2つずつタスクが増えていく感じですかね。ログインするとか、1個のサイドクエストを完了するとか、1日2つずつタスクが増えていくという感じですかね。なのでだいたい10日分ぐらいやれば終わるって感じですかね。で、これ2つずつ増えていって最大で8件まで増えるという感じなんで、4日分は貯めておくことができるっていうような内容になってるみたいですね。まあ今月の2つ目のイベントということでね、まあ月末のイベントもね、またあるみたいなので、また新しいイベント、来たらご紹介したいなと思います。はい、どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。